オノマガ TV をご覧の皆さん、こんにちは。福岡のミリタリーショップスワットです。今回はスワットの店内をご紹介していきます。どうぞ。ガンショップがあります。こんな感じで、サングラスとかいろいろちょっとショーケースに入ってるものも結構いろいろあります。この辺とかはシューティングだったりとかサバゲーとかいろんな目的で結構皆さん使われてます。はい、じゃあ中入っていきます。ガンショップの中がこんな感じになってます。こちらのガンショップの担当のモデさんです。はい、お願いします。はい、結構ガンショップの中すごいですよね。こちら辺がいろいろポーチとかパーツとかですか。うん、そう、こっちの方が大体装備品関係と、カスタムパーツとか、なるほど。なんか特にこの辺とか結構かっこいいんですけど、これ気になるんですけど、どんな感じのものですか？これ台湾の JTEC っていうメーカーに、うちがデザインして作ってもらったチェストリグですね。で、特徴としては、普通のチェストリグって、後ろ側で全部こう止めなきゃいけないんですよね。だから自分の背中で止めなきゃいけないんだけど、これフロントスプリットって前で分かれるようになってるんです。だから後ろで止めなくても自分の見えてる前で止められるようになってるんで、なるほど、自分一人で装着することがやりやすい、脱ぎ着がしやすい。そう、なるほど。じゃあこの辺の格子とかもあり、こっちがガンガンメインになりますね。なるほど、すごい、めっちゃかっこいいです。おすすめの銃とかありますか？サバゲで使う銃だったら、ライフルだったら、このアディさんの電動ガンの URGI が、このマーク18。マーク18。ノットリノットワン。これのどちらかをおすすめしますね。かっこいい。これはどういうとこがおすすめですか？URG1 っていうのは、M6 って、今レールついてないけど、四角く長方形にこう穴が開いてますよね。はい、あの手握ると前の握るところ、あそこにレールをこうつけていけるんですよね。はいはい。で、それが全部で6面あるんで、7面あるから、自分の好きなとこにレールを持ってきて、自分とつけたいオプションをつけることができる。なるほど。そういう点で拡張性が高いですね。うん、で、長さ的にもサバゲとかで使うにはちょうどいいぐらいの長さ。へぇ、長からず、短からず。じゃあ結構初心者の人とかにもおすすめ。オールマイティに使えるんで、初心者の人はいろんな用途に使えるんで。なるほど。こっちも同じ感じですか？マーク18だと長さはほぼ一緒なんだけど、レールがこれもう最初からついてる状態になってるんですよね。で、まあ、どちらにしても結局、その自分でこう選んだパーツとかを付けやすい、拡張性が高いんで、いろんな用途がどちらも使えると思うんですよね。なるほど。うん。だから、騒ぎ始めて、自分がこういう風にしたい、ああいう風にしたいっていうのが出てきた時にも対応できる。なるほど。だから最初に買うのにはおすすめかなっていう。自分の好きに拡張したりできる。そうそうそう。なるほど。じゃあ、ハンドガンとかでおすすめは？ハンドガンはですね、やっぱりグロックかな。グロックの最新モデル、グロック17ジェネレーション4。これが一番いいかな。おー、かっこいいですね。やっぱ結構聞いたことあります。これ前のモデルのサードバージョンに対して中身とかもこう一新されてるんで、性能っていうか、調子がものすごく良くなった。へー。なるほど。で、あとはそのグリップとかがサードバージョンと違って
調節できるようになってるので、うん、上にカバーみたいなのかぶせてこう太さを変えられるようになってるので、うん、自分の手のサイズに合わせて変えるってことができる。じゃ結構女性とかで手が小さい方とかでも、ちょっと逆かな。あ、なるほど。どんどん大きくしていけるんで。ああ、じゃあもう普通に女性とかこの目をつけて、はもう何もつけない状態で使えて、うん、で逆に男性とかでちょっと手が大きめの人だと、こうプラスしてってどんどん大きくしていって使える。なるほど。じゃあ握りやすくできる。そう、自分の手に合わせて変えることができますよ。なるほど。すごい。じゃあ結構初心者の方からいろんな方におすすめの銃ですね、うん、なるほど、めっちゃかっこいい。口側の、例えば口側結構、これは何ですかね。これはあのエアガンのインナーバレル、実際ビビダンが通っていく銃身ですね。あの通常見えてるところっていうのはアウターバレルって、こう本物に似せるための外側だけの銃身なんだけど、その中にこれが入っていて、で、これを実際 BB弾が通るっていうことで、で、それの精度を良くすることで、弾のこう飛んでった先で散らばらないようにしてやったりっていうのをするためのパーツです。なるほど。はい、これは、スワットでカスタムすることも、はい、カスタム系は一応予算と、どういうふうにこうカスタマイズしたいかなっていうのを相談してもらえば、それに応じて、することができます。なるほど。で、これは、うちのスワットチャンネルの方でも以前動画に出てました。やってます。それは、はい、モンデさんに頼むことができるので、皆さんぜひぜひ、そちらの動画もチェックしてみてください。はい。はい。じゃあ、反対側とかってどんな感じでしょうか。すごい。これはですね、ヘリコンテクス社のトレーニングミニリグっていう、これもチェストリグ、さっき JTEC ってことでやったのでチェストリグの一種なんですけど、これはもう最初からいろんなポーチがこうついてるんですけど、この大きさってちっちゃくまとめてるんですね。確かに、コンパクト。そう、最低限にこうのものだけでこうコンパクトに、これだと、重さもそんなに重たくならないし、で、体も身につけた時も、あんまりこう阻害、動きを阻害しないし。なるほど、動きやすいですね。だから、ライトユーズな、ゲームの時はこういうのでも全然十分だ。なるほど。結構色もいろいろ。いろんな種類、今ちょっともう売り切れちゃってなくなってる色もあるんですけど。はい。で5種類、5色だったかな、はい、あるんで、好きな色を選んでもらって、ちょっと服装に合わせた色を選んでもらえたんです。なるほど。自分の打つフィールドとかにも合わせて、そう選べたりとかするわけですね。なるほど。ガンショップ、いろいろめちゃくちゃぎゅうぎゅうに宝物が詰まってます。実際に見てみると、まだまだたくさんお宝とか眠ってるかもしれないので、皆さんもぜひ遊びに来てください。はい、よろしくお願いします。はい、ここまでがガンショップのコーナーでした。次回はアパレルのコーナーに行きたいと思います。ありがとうございました。